一ノ瀬二ノ瀬いやいや百瀬ピンポーン、みんなに元気を届けるために来ました、百瀬です。はい、本日はですね、 YouTube 久々の YouTube 個人企画、何をやっていきますと、何をやっていきますと最近は暑くなってきたので、百瀬がおすすめするセブンイレブンで買えちゃうアイス6選を紹介していきたいと思います。食レポをしていきたいと思います。百瀬の拙い食レポを見ててあげてください。はい、一つ目はドゥル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 パン、森永アロエヨーグルト味バーです。これが本当に美味しいの。これ最近の百瀬が一番ハマってるアイスかもしれない。こちらはラクトアイスになっておりまして、アロエ果肉が 17% も入ってますって感じです。やばい、ちょっとさっきサムネの撮影してたらさ、溶けちゃったかもしれない。いただきます。乾杯。うん、うまっ全部多分この食レポめちゃめちゃ美味しいです。舌触りがしっとりしてる。てか私アロエヨーグルトが大好きで、なんか一時期さ、アロエヨーグルトがめっちゃ昔世に出だした時期あったじゃん。あの時からアロエヨーグルトが大好きで、めちゃめちゃうまいです。でもちょっとこんなに食べちゃうとハイカロリーを摂取してしまうので、こちらは一旦冷蔵庫に送りたいと思います。じゃあ気を取り直して、2つ目バン、王道に行くか、ビッグスイカバーロッテさんです。スイカバーがね、大好きなんだよね私。これは最近ハマってるというか、もう去年も一昨年もずっと愛しております。私は何気にこの裏の緑のところが好き。チョコの種が入ってます。もう知ってるとは思うけど。乾杯。私結構ミルク系のアイスが好きだったりするんだけど、バニラとか。でもなんかスイカバーは別格なんだよね。なんか別枠。さっぱりしたい時とかおすすめです。やばい。全部食べたくなっちゃう。この溶けてきた時にこう、お塩からシャリってしちゃいますね。これは違反ですか？いいですか？みんなもやるよね。スイカバー食べたことない人いたらぜひとも食べてほしいです。おすすめ。はい、3つ目のアイスはなんと、完全にパケ買いしました。じゃん。しまうまバー。ホワイトチョコ味。そう、しまうまバーってさ、あるじゃん、チョコで。しましまなやつの、なんとホワイトチョコでしましまができてるらしくて、これはちょっとね、おすすめとかじゃないんだけど、今日初めて今気になったので買いました。こちら森永さんから出てます。お、確かにいると、なんかホワイトチョコがシャーンってなってる。乾杯。いただきます。これ結構ね、期待してる。私ミルク系のアイスが好きだってさっき言ったと思うんですけど、そのなんとこちらアイスミルクになっておりますので、もうバチコリミルク系です。いただきます。うん、おいしい。最高かもしれない。新しい時代来ました。革命児。なんか私チョコってホワイトチョコが一番好きなの。私とゆうこちゃんだったかな、なんでチョコレートはホワイトチョコが一番好きって言っております。ちょっと記憶違いだったらごめんね。これは甘党の方におすすめ。でもね、全然嫌な甘さじゃない。ホワイトチョコが好きな人は絶対好きだと思う。マジで美味しい。やばい。一番かもしれない今のところ。次は4選目、じゃーん、口どけいちごです。凍っているのに柔らかい口どけいちご、セブンのマーク。これがね、本当に美味しい。あ、開け方下手すぎた。ちょっとずつ出るように、ちょっとだけ開けることもできる。でも、もうさ、ちょっと大胆にいっちゃったわ。
これアイスかって言われたらちょっと アイスの類には入らないかもしれない、もしかしたら。でもモモセめちゃめちゃおすすめです。こちらなんと 50g 入って、この1袋あたり 49kcal なので、こちらとてもダイエッターさんにおすすめな、万年ダイエッターのモモセさん一押しの商品です。こんな感じ。なんかこちらは独自の技術の柔らかフローズン製法によって凍っているのにしっとり優しい食感です。裏に書いてあります。甘いのちゃんと甘いイチゴを使ってるの。いただきます。乾杯。うまっ。いつも食べてる。中がこんな感じで、断面図とは思えないぐらい中も赤いの。めっちゃ美味しい。これね本当におすすめ。この前ね、あのリクちゃんにね一個どうぞってして、で食べさせたの。そしたら美味しいって言ってた。ナルセリクも美味しいって言った。プチロケイチゴお一ついかが。次が5選目、5個目、こちらじゃーん。華やぐアールグレイミルクティーのハーゲンダッツのなんかビスケット、なんかクッキーに包まれたやつ、クリスピーサンドです。こちらは期間限定のものになっております。これはちょっとね、他のアイスさんたちよりはお互いちょっと高級品にはなってしまうんですけど、今回あの YouTube の企画ということで召し上がっていきたいと思います。そう、一回食べたことあって、それ以来食べてなかった。こんな感じ、なんか透明たい焼きみたい、こんな感じです。ハーゲンダッツで、外がパリパリのチョコ、これミルクティー味のチョコですね。外側がコーティングされております。いただきます。うん、最高界隈、おいしい。ミルクティー味のクッキーとか、ミルクティー味まるまる界隈マジで好きで、めっちゃおいしい。これ期間限定なのかもったいないですね。モモセがサムネとか撮ってたりいろいろしてたりして、ちょっと溶けちゃってはいるんですけど、なんかむしろそれが今、ハーゲンダッツってさ CM とかでさ、ちょっと待つといいみたいな、ちょっと待って食べるハーゲンダッツ美味しいです。うんふん。皆さん期間がいつかいつまでかは分からないんですけど、終わってしまう前にぜひとも。はい、ラストですね。ラストはデレデレデレバーン、白クマのきなこわらび餅、大好きな白クマです。こちらラクトアイスになってます。これはですね、もうね、初めて食べた時はこれは沼だって思ったね。じゃん、わらび餅が入ってんの。あのね、さっきまで紹介したアイスにはなかったですね、餅は。このわらび餅と白玉が入ってます。なんか 中にも餅入ってんだよね。これもちもちしております、全体的に。うまっ。きなこ味のアイスとか、この上に乗ってるホイップみたいなアイスは、なんていうの、ミルク感、ラクトアイス、そんなシャリシャリしてないソフトクリームみたいなアイスが乗ってたり、中をこう掘っていくと、きなこ味のこのかき氷みたいなね、ラクトアイスが入っております。うん、聞こえますか？聞こえます？って感じのうまうまアイスです。ここにあんこが入ってたり、白玉があったり、きなこ餅が入ってたりで、パフェみたいな、なんかいろんな角度からいろんな味でいろんな食感で楽しめるアイスとなっております。わ、待って、食レポうまくない？最高、上手に入れました。わらび餅も見て、にょーん、めっちゃうまなんだよ。これがなんかちょっと和風なアイスが食べたいなって思ったらおすすめです。この白玉もね、シャリシャリのアイスと一緒にもちもちの白玉を食べるという、この口の中大パニック。うんふん。これがセナの最近の一押しのアイスで、あともう一個、残念ながら今日はご出場されなかった
おすすめアイスがありまして、結構セブンイレブンとかで売ってる、まあ、商品名ちょっと忘れたけど、なんかブリュレになってるアイスがあるの。なんか自分で割って食べるやつ。今回どこのセブンイレブンを探しても見つけられなくて、なんか世界から消えちゃうのかな。そう、なんかセナイチ推しのアイスがもう一つあります。イエーイ。皆さん、お気に入りのアイスはありましたでしょうか。また気になるなーみたいなアイスはありましたでしょうか。ぜひぜひ皆さんのおすすめアイスも教えてください。はい、あとちょっとここで大事なお知らせがあります。7月26日白金高輪千年 B2 さんにてツアーファイナルのワンマンライブを開催いたします。やったー。なんとこちらは一般チケット500円で 2時間、約2時間のライブが見れちゃう、もうとってもとてもお得なライブになっております。あの2時間もライブするので、開演後とかにもあの入場していただいてもちょっと遅れちゃうよとか全然 OK なので、ぜひとも遊びに来てください。動員チャレンジしておりまして、動員500人目指してます。無謀な挑戦かもしれませんが、いっぱいいっぱい渋谷でビラ配りとかして今めちゃめちゃ頑張り中なので、ぜひとも気になってくれた方は概要欄にチケットをリンクを貼っときますので、電子チケットとかもゲットして遊びに来てくれたら嬉しいです。お知らせも聞いてくれてありがとう。どれかのアイスは食べきろうかな。美味しかった、うまっ。ぜひぜひワンマンライブもよろしくお願いしますこの動画が少しでもいいな、百瀬美味しそうだな、もうしゃるアイス美味しそうだな、百瀬大好きだなとか思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。他の動画もいっぱい見てくれたら嬉しいです。それでは以上、ひめもすオーケストラの水色担当ももすせいなでした。ありがとうございました。バイバーイ。